客さんの意見もいただきながらいろいろ改良して仕上げました。良かったよって言って帰ってくれて元気な顔でまた来てくださる皆様の顔を見てたらやっぱり仕込みしてても全然苦ではないですし、南京なすび、こちらエビですね、レンコンとインゲンとパプリカと、タレが美味しいねって言ってくださるので惜しみなく追いがつおでふんだんに使って香りが出るように、お刺身もついてますのでたまに贅沢したいなっていう方はこちらおすすめです。その日とれたお魚の海鮮丼とお蕎麦ですね。海鮮丼のお醤油がこちらお刺身のお醤油じゃなくてちょっと甘めのタレを使ってるんです。美味しくいただけるかなと。